ハッシーさん、合格おめでとうございます。はい。まあ、いろいろと書いていただいてるんですけど、自分が止まった理由がコピーですよね。はいだから今回も、その意図的に60万無料っていうのをね、前面に出してますけども、まあ、それもコピーです。はい。まあ、これね、あの、今回初めて、まあ、今回ね、プレゼントする予定は全くなかったんですけど、前からちょいちょい、 えなんだ定期的にやったりとかしてたプレゼントなんですよ。で、毎回反応あります。毎回です。<laughs> 毎回。外さないですね、これは、うん。このプレゼント企画は外さないです。この60万のコピーライティングの無料は。うーんなぜならば、あのネットビジネスをね、勉強すればするほどコピー重要だよねってみんな気づくんですよ。<laughs> で、そこで、 60万無料ですよっていう話なわけですよね。うん。なんで、まあ、こん、<laughs> そんな感じです <laughs>、うん。まあ、いろいろとまあ書いていただいてますけども、まあ、YouTube するにしてもカスタムサムネイルめちゃ大事ですからね。うん、要は、止まらせるかどうかじゃないですか、結局。フって。で、そこで止まらなかったらスクロールされますから。 いや間違いなく <laughs> だから結局その、まあ、レベゼン地球さんの話もちょっと出したんですけどレベゼン地球さんってね福岡ドーム PayPay ペペドームでやりましたけど普通のアーティストでもドーム公演って難しいわけじゃないですよそれを成し遂げちゃったわけですよねでそれなんで僕がこう成し遂げられたのかっていうとコピーライティングを勉強したんだよって話をしてたんですけど もしレベゼンチクさんがコピーライティングを勉強してなかったら多分ないですね。だから他のアーティストさんはコピーライティングなんか勉強してないじゃないですか。だって音楽やってんだから。<laughs> だからどうやったら人の感情に刺さるのか止まらせるのか、どういうタイトル付けがいいのかっていうのは確実に勉強してるわけですよ、うん。で、他の人は勉強していないと。この差ですよね。うん。まあ他にもいろんな要因はあるんですけど、ただまあそれは自身でも言ってましたからね。 俺は、俺がなんでこんな早く行けたのか。それはコピー勉強したんだよっていう。うん。だからやっぱ、まあ、情報発信っていうのは、まあ、今こ、このコロナの状況で、あの、増えてきてます。だから、ライバルと差を、ここに書いてある通り、ライバルと差をつけるためには、ライバルと差別化するような文章、キャッチコピーをやっぱ書いていく必要性は絶対あります。絶対ね。例えば、 僕がその去年からブログを始めたんですけども、僕のブログって全くその写真もないんですよね。何もなんかその何もないですよ。もうとにかくテキストのみなさ。今アドセンス広告は入れてますけどもあ、あとインスタのプラグイン入れてますけど、基本そのあと文章に、コンテンツのブログの1記事の文章にリンク1個もないですよ。これ普通じゃないですよね。 わかります普通だったらアフリエイトリンクがあったりとかなんか外部に飛ばすとかなんか自分のリストを取る無料レポートのリンクがあったりとか確実にリンクみんなあるんですよアマゾンのアフリエイトリンクだったりとか僕全くないですよねでなんでかっていうと差別化ですね他のブログと全く見て分かりますよね文章しかないみたいな <laughs> まあだから吉谷拓郎公式ブログはシンプルイズベストみたいな 極限にシンプルに文章だけみたいにしたんですよ。そだそれも差別化ですね。他と。うんん。だ他が写真がいっぱいあったりとか、アフリートリンクいっぱいあったりとかするけども、僕のブログ全くないので、だからそこで差別化。だから最終的に今、アドセンス入れてるんですけど、広告、うん、まあ、他のね、ま、あの、なんだ、僕は今、その、なんだろうな、あの、商品を売る上で、例えば、 そのアドセンス広告でいくらかその収益が出てきてデータが出てくればそれも売れるんですよ。わかりますアドセンスブログで稼ぐ方法みたいなやつも売れるのでだからそれのネタ用でも入れてるんですよね。だからまあそれをやんなくそういうことをやんなくなって僕が例えばなんだろうなあのー まあ40歳から FX やるんですけども、まあ情報ビジネスはやっていきますよ。ただ FX のボリュームが大きくなったりとかした場合は、もう別に広告外してもいいかなっていう。例えばあとは資産が、しき貯金が5億ぐらい僕5億ぐらいと思ってるんで。5億あればもう十分だなと思ってるんで。じゃあ貯金が5億貯まったらね。もう別に広告いらないんじゃないですか。まあ多分、だって障害賃金3億ぐらいですよね。2億から3億。5億あったらもう大丈夫じゃないですか。 まなんとかなりますよね。合流しなければ。だから、広告外しますよ、今度。うん。これね、与沢さ,さんも一回ずっとその独立して一人でそのシンガポールだったら行った時にブログずっとやってたんですよ。で、アドセンスずっと入れてたんですけど。だからね、それ見てた時に、ああ、ちゃんとしっかり撮ってるな、みたいな。アドセンス、で、なんか一回なんかそのキーワードでバグ、 なんかテレビがなんか出て爆練してアドセンスの収入が1日20万超えましたみたいなのを言ってたんですけどあ投資とかそういうことやっててもアドセンス20万取りに行ってるんだなって逆に思いましたけどやっぱすごいなっていう、うん、とにかくあの取れるものは取るっていうこのマインドはすごいなと思ってだから僕も今は取れるものは取るプラスそれもこあの商品にもできるしっていうところで入れてますけどまあある程度資金量が増えたら まあ全部外しすればもう本当に完全広告もないしっていう話になるのでブログはもうなんかすごいシンプルイズベストになるかなと思うんですけどねうんうまあいろいろとお話し,しましたけどうーんまあここに書いてあるときコピーは難しいです時間もかかりますただしやる価値は非常にありますてかやらないっていうのは僕の中ではないですねうん 僕の中ではないですね。文章とトークをやらないっていう。だってここしかないので、ネットで稼ぎたいんだったらですよ。ネットで稼ぎたいんだったら文章がトークしかないですから、ここをやらないという選択がまずないですね。極め、ここを極めないという選択は僕の中にはないです。どっちでもいいんで絶対極めないとダメですね。稼ぎたいんだったら。その道のプロにならないと。うーん。 まあいろいろと申し上げましたけど、まあ実際にですね、コピーライティング道場の今回コンテンツ配りますけども、その卒業生、ライターに一人なりました。専属ライターですね。ライターで今飯食ってます。まあそれもね、コンテンツの中で石井さんっていう方なんですけど紹介してますんで、まあ見ていけば出てきますんで。はい、今ライターで飯食ってます。一人で、はい。まあということで。 あ,のあとはやるかやらないかですね。アンケートありがとうございました。